はい、ジャスティン・ローズマンを擁するアキス1ローズパターというパターなんですけども、特徴はですね、パーフェクトバランスといって、この状態で2本でこう上に向けると遠側が上を向きます。そうすると何がいいかというとですね、来角が変わってもフェースが通常のパターンですと上向くんですけど、変わらないんですね。そうすると、インパクトで来角70度近い状態で当たってもフェースの開閉が少なくいくということは、まっすぐ動く方、まっすぐ動く方は通常物理的に、振り子っていうのは3次元方向に動いていくんですね。斜め上から斜めに動いていくと、その時に斜め上から斜めに動いてボールはまっすぐ飛んでいく。まっすぐ飛んでいくんですけども、実際まっすぐ動かすと特性上フェースが開いちゃうんです。その開く量が少し減りますよという感じです。なのでまっすぐ動く方は結構使いやすいパターンなのかなという形ですね。まずはそのどうしてもインパクトで開いちゃうよっていう方はこういうパターンを使って、この捕まる感覚というのをちょっと知ることでこの感覚に合わせることができるかなと。その中で少しずつその振り子運動っていうのをマスターしていけるとイメージとしては出しやすいかなっていう形ですね。なので、振り子運動なので少しフェースは下向き上向きっていう感覚を理解しながら動きをつなげてあげると、あまりこういう動きではなくて下向き上向きですねっていうような、イメージを作りながらこのパターンを利用してちょっと感覚コントロールしてあげるといいかなと思いますので、是非ちょっと試してみてください。